皆さん、こんにちは。しょうまりです。今回紹介するトミカは、トミカナンバー76番、トヨタプリウス PHVGR スポーツ初回特別仕様です。スケールは65分の1で、アクションとギミックはサスペンションとコーボドア開閉になりますで。ボディカラーは青になります。 パカリじゃじゃんクブクロプレゼットの紙が入っていましたでこちらが本体ですねお 鮮やかな青色ですね。では全体を見ていきます。まず左側面。前。右側面。後ろ。真上。真下ですね。面倒いベトナム、ベトナム製になります。 でトヨタプリウス PHVGR スポーツと英語で書かれていますで。ナンバーは76番で、2017年製のトミカになります。おそらく元々の数字だと思います。でスケールは65分の1で、トミートミカという文字も書かれていますで。サスペンションあります。では、詳しく見ていきましょう。 中を覗いてみます。ハンドルやドリンクホルダーですね。この中央の部分ですね。ドリンクホルダーと、あとシートの部分まで忠実に再現されています。 で、前ですね。前はこんな感じになっています。フロント部分にはトヨタのロゴマーク、エンベルムが書かれています。で、右下には GR のロゴマークが書かれています。その下にも何か英語が書かれています。 フロントグリルの部分も充実に再現されていますねで。ヘッドライトはクリアパーツではなく黒く塗られていますね。で、このボンネットのこのデザインですね。 実写と同じようにしっかり作られていますね。ルームミラーもあります。 で、後ろですね。後ろの真ん中の部分にも、トヨタのロゴマーク、エンベルムが書かれています。で、左側には、プリウスと書かれていますね。で、少し見えづらいかと思いますが、PHV と書かれていますね。 で、右側には、ハイブリッドのロゴマークと GR のロゴマークが書かれています。で、ここの後部ドアが、ガシャンと開閉します。で、中はこんな感じですね。パタン 走りはこんな感じです。 というわけで、今回はトミカナンバー76番、トヨタプリウス PHV GR スポーツ初回特別仕様の紹介でした。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメント、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それでは失礼します。さよなら。